皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。都知事選で落選した全参院議員の蓮舫氏の X での投稿が物議を醸している。神戸学院大学の鈴木博人准教授は、発端は記者による蓮舫氏への批判的な内容の投稿だ。リベラル派とされる蓮舫氏が個人の自由な言論を縛るような投稿をした意味は重いのではないか、という。画像、7年前。 話題になった VR 連邦ザ・連邦さんという漢字ですね。発端は一つの投稿だった。政治記者、解説者とプロフィール欄に記す今野忍氏が、連邦氏 X、旧ツイッターでのポスト、投稿に対してザ・連邦さんという漢字ですねとの書き出しで次のように綴った。のの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 のザ・連邦さんという漢字ですね。 しかも共産べったりなんて事実じゃん。確かに連合の組合組織率は下がっているけど、それは蓮舫さん支持しなかったかではないでしょう。自分を支持しない、批判したから衰退しているって、自分中心主義か本当に恐ろしい、原文ママ。のの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 の、事実じゃん、としながらも、本当に恐ろしいと結んでいるので、 今野氏個人の感想以上でも以下でもない。彼は発言は個人の見解ですとプロフィール欄に記しており、今回のポストは人格を否定しているわけではなく、容姿を嘲笑しているわけでもない。記者の謝罪に対し、終わらせません。労働組合の中央組織、連合の吉野智子会長による都知事選の分析について、蓮舫氏がコメントし、 それに対して今野氏が7月15日月曜日の午後8時18分にコメントした。それから22時間余りが過ぎた16日火曜日の午後6時41分、今野氏がお詫びのポストを投稿している。のの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 、これまでの私の投稿に不適切な表現がありました。ご指摘を受け止めて猛省するとともに、関係する皆様に深くお詫びいたします。 直後の同日午後7時42分、女性自身がオンライン上に極めて不適切な内容、朝日新聞波紋呼ぶ記者の SNS での連邦を批判お謝罪、本人には厳重注意とのタイトルでこの間の戦いきさつをまとめた記事を配信した。朝日新聞は公式には謝罪をしておらず。 紺野氏も蓮舫氏に言及した X のポストを削除していない。具体的に何を誰に対して謝っているのかも定かではないとはいえ、形の上では紺野氏が謝罪している以上、これにて一件落着となるかに見えた。ところが紺野氏のポストから約4時間半後に終わらせません。とポストしたのが蓮舫氏だったのである。紺野記者は蓮舫氏に謝っているのか さらに、蓮舫氏は、下記のように続ける。のの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 。弁護士と相談しているところです。まず、朝日新聞への抗議並びに質問状を出したいと考えています。のの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 の。弁護士と何を、どう相談したのだろうか。朝日新聞に何を抗議し、どんな質問状を出したいのだろうか。もとより、今野氏は X のプロフィール欄には、 朝日新聞に所属してていいいい。るとは書いていない彼の X を見れば明らかとはいえ、あえて書いていないところが発言は個人の見解です。リツイートは必ずしも3意を示すものではありませんというプロフィール欄と符合するのではないか。あからさまに朝日新聞記者と名乗るわけにはいかないし、そのつもりもない。そんな組織人としてぎりぎりの配慮を蓮舫氏はないがしろにしたのではないか。 この点を置くとしても、今野氏は蓮舫氏に対しては謝罪していない。これまでの私の投稿に不適切な表現がありましたと書いているのみであり、どの投稿がそれに当たるのか、あるいは誰が関係する皆様なのかも明記していない。本来なら自由な言論を守るはずが、今野氏の態度への賛否は分かれよう。ただ、事実として今野氏が蓮舫氏に直接は謝っていない。 それは確かなのである。にもかかわらず終わらせませんと書き私に言う前に何を言っておられるのでしょうかと続け今野氏が所属しているとみられる朝日新聞への抗議、質問状をまず出したいと述べるその根拠はどこにあるのだろうかこのポストの根は深い SNS ひいてはインターネットにおける言論の自由とは何かを考えさせるからである 蓮舫氏は、つい先日まで国会議員だったばかりか、立憲民主党の前身にあたる民進党という高党の代表を務めていた。しかも、リベラルを標榜している蓮舫氏は、本来なら自由な言論を守るべき立場のはずである。それなのに、発言者の所属先の特定を行い、さらには謝罪が自分に向けられているかどうかの確認もせず、朝日新聞に、 講義並びに質問状を出したたいと述べた自民党の政治家が同じ投稿をしたらどうだったか法政大学法学部教授の河野有利氏やジャーナリストの石戸聡氏が指摘するようにもし与党系の政治家が蓮舫氏と同じ内容をポストしたらどうだろうか蓮舫氏や朝日新聞は言論弾圧だとして非難するのではないかジャーナリストの佐々木俊直氏も 7月17日に放送されたラジオ番組、日本放送飯田浩次の OK。コージーアップの中で、ダブルスタンダードになる可能性を指摘している。与党であれの党であれ、賛事であれ、批判であれ、公人たる政治家への発言は、できる限り尊重されねばならない。自由主義、リベラリズムと民主主義を掲げる国イコール日本においては、なおさらである。 対象が誰であれ、権利を著しく侵害しない限りにおいて、どんな言葉も遮られてはならない。それこそが、日本共産党の機関紙、新聞赤旗で、都民の声を聞くと評価された蓮舫氏が取るべき態度ではないのか。ただし、こうした戦いきさつを持って、蓮舫氏やリベラルを叩くことに終始してはならない。今回の事案は、インターネット以後の組織と個人という。 より広いいテーマを突きつけてるるからである個人の投稿が組織全体にまで波及している哲学者の東博樹氏は昨今の大学教員による X などでの過激と思われる物言いについて次のように分析している「のの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 社会的に評判が落ちても学内の評価に関係しない同僚や論談編集者との間でエコーチェンバーが起きている」 学内でもそこそこ偉い立場にあることが多く、下の世代は意義を唱えにくい。といった要因が複合した結果、自意識の肥大が止められなくなっているのだと思います。のの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 この文章を書いている私自身、当氏が指摘する社会的な評判が落ちているのかもしれない。今野氏のポストをめぐる騒動に照らせば、より重要なのは所属する組織との関係である。 今野氏は勤務先の朝日新聞にまで元国会議員から講義並びに質問状を出したいと言われている。一人のポストが組織全体にまで波及しているのであり、私自身に照らすと勤務している神戸学院大学に対して、例えばこの文章をきっかけに講義や質問状が元国会議員から来るかもしれないのである。神戸学学院大学には 私よりもはるかに有名な方がたくさんおられる。政治資金問題で著名な上脇弘之氏や、元キャリア官僚の中野正氏は、盛んにメディアで発信しているが、その発言はどれほど大学側の意向に沿っているのだろうか。個人の発信とレピュテーションリスク、もちろん大学側と同じ見解だけを履歴、履歴しなければならないわけではない。 だからといって、本当ないかにもワイドショーのコメンテーターらしいコメントだけを並べねばならないわけでもない。実際、上脇氏も中野氏も共に独自の研究と味方に裏打ちされた発信をしているからこそメディアからの依頼が引きも切らない。教員のメディア露出が推奨されている私立大学もあると即分する。どこまで効果があるかわからないものの、どんな内容であれ、 目立てば良いと考える大学経営層がいるのかもしれない他方でレピュテーションリスクを避けたいとの思いは朝日新聞にも大学にも共通する炎上しないのは当然として可能な限り穏便な形で目立ちたいそう考える経営層は多い私自身今とは別の私立大学に勤めていた頃に取材に広報担当者が立ち会っていた 天皇や皇族をめぐるインタビューを受けたため、不穏当な中身を口走らないかを大学上層部が恐れていた、と後年になって耳にした。蓮舫氏によるポストの重さ、しかし、SNS というツール、というよりも、すでにインターネットが出てきた時点で、組織、個人の自由な言論をコントロールするのは不可能だったのではないか。だからこそ、蓮舫氏のポストの意味は重いのである。 リベラルとは何だったのかを考えさせるだけではなく、ネット上での発言はどうあるべきかを突きつけているからである。もし、発信の内容によって個人を縛るのであれば、組織は常にすべてを監視せねばならないばかりか、明確な基準を設けなければならない。反対に、個人に自由な物言いを許すなら、組織はレピュテーションリスクを覚悟しなければならない。 前者は今回のように言論弾圧のそしり、そし、利を免れないし、後者は炎上の危険と背中合わせである。どちらを選ぶにしても、もはや個人の発信がマスに広がりうる時代が到来して久しい以上、安易な逃げ場はどこにもない。みんながそう腹をくくるほかない、鈴木博人、鈴木博人、神戸学院大学現代社会学部准教授。 1980年東京都生まれ、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士、社会情報学、京都大学総合人間学部卒業後、関西テレビ放送、土安後、国際交流基金、東京大学等を経て現職。専門は、歴史社会学。著書に、言語と戦後日本、制度者、平成、論、 請求者、三代目スタディーズ世代と系図から読む近代日本、請求者、など、共著分担執筆として、運動としての大衆文化、共同、ファン文化工作、大塚英治編、水星社、明治日本と革命中国、の思想史近代東アジアにおける、地、とナショナリズムの相互還流、要塞会、伊藤孝行編著、ミネルバァ処などがある。 どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。